こんにちは、ロジスティックの島です。今日は、日本が今まで締結した FTA、 そして今後締結する FTA について見ていきたいと思います。例のごとくですが、この講座を理解するためのテキスト、これに従って、この講座を進めておりますので、テキストが必要だと思われる方は、弊社の戦略的 FTA 活用ハンドブック2018年度版をお買い求めください。基本的にこの講座での使用するパワーポイントの配布は PDF はしておりませんので、よろしくお願いします。では本題に入りましょう。日本の FTA なんですけども、発行順にですね、見ていきましょうか。まず最初にですね、2002年、今が2019年ですから17年前ですね。ほぼ18年前でしょう。16年前でしょうか。シンガポールからスタートしてます。そして、3年置いてメキシコ。シンガポールとの FTA は、ほぼほぼ相手の国に関税がないので、日本が FTA を結ぶという、協定を結ぶ練習みたいなもんだと思うんですね。実際の、FTA は、メキシコの交渉が最初だったと言えるんじゃないかと思います。ただ、メキシコはですね、もうすでに当時から、連戦連磨の FTA 強国であったので、強い国だったので、かなりタフな交渉をしたと言われています。そしてその次の年にマレーシアとの FTA も締結をしています。マレーシアとの FTA はかなり、自由化をですね、マレーシア側に飲んでもらったということで、かなり、な FTA だったと思います。そしてその次の年にチリ、そしてですね、その同年にですね、タイをやってですね、このあたりから FTA は非常に企業にとって価値があるというふうに思われ始めたというところですね。私のロジスティックは、だいたいそのマレーシアのあたりから FTA のコンサルビジネスを始めてます。ですので、かなり前の話になりますけどね。で、このあたりでですね、大きな問題になってたのが、メキシコで発生したことなんですが、MFN という、いわゆる一般税率ですね、WTO に加盟している国は共通でこの税率を適用するという税率があるんですが、その税率をですね、と FTA の税率、当然 FTA を使えばですね、安く税がならなきゃいけないんですけども、当然一般税率の方もですね、 FTA とは全く関係なく見直しをかけ、徐々に各国での税金は下がっていくんですけども、その税金がですね、FTA の方が高くなるという逆転を生んだのがメキシコでありました。そして、その教訓が生かせずにタイでも同じことが起こり、メディアはそこのとこばっかり話してたという記憶があります。そして、2008年、インドネシア。このタイ・インドネシアっていうところは、日本の中でね、原産地証明書の発給件数の非常に多い国で、この辺りに締結されています。で、インドネシアを機会にですね、商工会議所のシステムへのですね、使い方も変わりました。そして、同年同月ですか、ブルネイが来ましたというところですね。そして、2008年12月に ASEAN として10カ国としての FTA というのが発行しています。ただですね、それぞれの国が発行するというふうに決めてですね、徐々に発行していきますので、 ASEAN10 カ国が12月1日にスタートしたわけじゃありません。最後まで、渋ってたのがインドネシアでございます。そのインドネシアは、発行をですね、しましたので、今は ASEAN10 カ国とも、日本との間での FTA が使えるようになっております。でですね、前もお話したかと思うんですが、10カ国としての ASEAN と、それから ASEAN 各国との FTA の2つあるって話なんですが、これはですね、基本的には、マルチである ASEAN の方が本来は使い勝手がいいはずなんですが、税率が、相対的にですね、条件が悪いというのが ASEAN で、各国の方が条件がいいというものになっています。ただ、それぞれを見ていくとですね、ASEAN の方が条件いいものもありますので、一概には言えないんですね。ですから、2つある FTA、例えばタイだったら ASEAN と日本の AJSEP と言いますけど、その FTA と、日体の EPA、どちらを使った方がいいかということを比べる必要があります。そして2008年の12月にはフィリピンが来ました。
で、あと2009年の9月にスイスが来てます。で、フィリピンが来た時にですね、どうしてじゃあ ASEAN 一本でかなり細かいところまで詰めなかったのかというのがあると思うんですね。実際中国は、各国とはやってません。中国と ASEAN の ACFTA っていうのが存在しますし、韓国も、基本は、ASEAN 一個です。最近ベトナムとの FTA が結ばれたので2国間も進めてますが、実際広いくやってるケースの方が多いですと。で、これはですね、なんか噂の話なんですが、各国のですね、交渉の方が、まあ、当然想定としては早い結論を迎えやすいわけですね。相手に望むこととこっちに望むことを調整すればいい。で、ASEAN の場合は10カ国の望むことと日本の望むことと調整ですから、かなり時間がかかるということで、日 ASEAN で進めようとしたときに時間がかかって FTA ができないじゃないかということで、個別をも同時に進めたっていうのが、ことの真相らしいです。本当かどうかわかりません。そして、2009年の10月には、ベトナム。まあ、これは最近日本もよく使っている FTA ですが、が2009年に来てます。そして、これもですね、よく使われてますけど、インド、2011年にやってきてます。まあ、インドのですね、協定は、まあ、後の回で説明しますが、CTC、関税分離の変更と、VA、付加価値基準の両方を満たさなきゃいけない商品がすごく多いので、非常に使いにくいものにはなってますが、インドというマーケットを考えると、ほっとくわけにいかないっていうのが今の現状でしょうか。そして2012年にペルーがやってきました。で、2015年にオーストラリア。これはですね、オーストラリアの発行の時にですね、TPP の交渉もしてますので、まあ、そのあたりもの見込んだ協定になってまして、完全自己証明をオーストラリアでは、第三者証明とともに認めているというのがあります。そして2016年、モンゴル。モンゴルは、初めての FTA で、まあ、多分これがスタンダードになって、これから他の国との FTA を結ぶんじゃないかと思います。そして2018年 TPP、11カ国あるんですが、日本、ニュージーランド、オーストラリア、メキシコ、カナダ、シンガポールが30日に、発行しました。承認、各国の承認が下りてるからです。ベトナムはちょっと遅れまして、1月の14日でしたかね、に発行してます。ただ関税率は、2年分落としているので、基本的にはここに書いてある国は、まあ、同じレベルで関税率が下がっていくということになると言えます。そして、2019年2月に EU が発行しています。まあ、これらがですね、今まで日本が FTA を積み重ねてきた流れになっています。で、それらをまとめたものが以前にご覧いただいたと思うんですけども、このまとめになってまして、実際ここまでのFTA はまあメインがアジアだったというふうに言えるかと思います。で、その FTA はですね、既存2017年時点の既存 FTA で、大体日本からの輸出の 20% の貿易量をカバーする国になってまして、EU で約 10%、そして TPP で、まあ、新しく入ったのがカナダとニュージーランドなんで、さほど大きな量はないですけども、30数パーセントまで来たと。まあ、30数パーセントといえば、まあ、で、3割3分ですよね。バッターとしてはまあまあ打率になるわけですが、3分の1の商品が FTA 絡みになってきたということが言えると思います。で、今交渉中なのが一つは RCEP です。で、これはですね、16カ国の FTA で、まあ、ASEAN との交渉以上にですね、当事者が多いわけです。ASEAN10 カ国、日中韓、オーストラリア、ニュージーランド、インドということで、この中の今いろんな国があるわけで、それらの要望をまとめなきゃいけないと。本来は2018年の末にですね、大筋合意、中身の合意側を果たそうとしてたんですが、残念ながらですね、インドの抵抗に遭いまして、なかなかうまくいかなかった。実際少し前までは中国もその、ゆっくりやっていこうじゃないかっていう立場にいたんですが、アメリカとのですね、貿易戦争でですね、やっぱり自由貿易というですね、見旗をですね、掲げてしまって、たので、まあ、進める方向に行ってました。ただインドがやはり、中国とインドの間の貿易赤字で、非常に困ってまして、これをやるとさらに増えちゃうんじゃないかということで抵抗を示したというところです。実際ですね、2019年中に、まあ、合意は得られるんじゃないかと思いますが、それ辺はまだちょっとよくわかりません。なぜなら今年の前半に選挙があるので、
選挙の時にですね、都合の悪い話はできないってことでなかなか進まないでしょうし、あとは多分結論としては、ですね、まあ、IT 人材をですね、各国に派遣できるような制度を設けてもらって、あとは他の内容を飲むという形になるんじゃないかと一部では言われています。そして日中間、まあ、RCEP が進んでないこともあるのと、よりマーケットを広げた形での FTA をやろうということで、日中間のもですね、止まったかと思ったんですが、RCEP に包含されるので止まったかと思ったんですが、交渉はまだ進んでいるようです。それからトルコ、トルコもですね、まあ、その情勢が不安定になっているので、去年中にって話もあったんですが、まだ交渉中になっています。そしてコロンビア、コロンビアは2国間の協定ですね、後で出てきますが TPP にも入りたいっていう話はありました。ただ大統領が変わりまして TPP 会議派の大統領なんですね。ですから、すみません、 TPP ではなく FTA 会議派の大統領なので、その今まで交渉している2国間は粛々と進めると。ですが TPP は入るか入らないかからスタートするので基本的には参加しないというふうな、国の方針のようです。なので、まあ、コロンビアとは2国間が進むんじゃないかというふうに判断されます。で、交渉予定としてはアメリカ、まあ、これは TAG という名前をですね、言ってまして、物品貿易だけをやるというふうに日本は言ってますが、アメリカ側は何言ってんの、サービスもやるんだぞみたいな、 FTA じゃないかみたいな話をされてるんで、実際どういうふうに進むかは、分かりませんが交渉予定として挙げてあります。で、これらが入ってくるとですね、 RCEP で3割ぐらい、その他の交渉でまあほんのちょっと、それからアメリカ、イギリスがどういうふうに入ってくるか分かりません。 TPP で入ってくるのか EU に滞在するのかで、まあ、どっちに転んでもですね、まあ、本当だったら EU の方に数字を入れといた方がいいとは思うんですが、こういう形で今は進んでいるということで、ここまで来ると8割までになります。そうすると FTA なしの話はできないということになりますよね。ですので今の段階で FTA の準備をしっかりしておくってことは非常に大事じゃないかと思います。で、特にですね、 TPP の特筆すべきところは、先ほど日本がですね、 FTA の話、 FTA がどれだけのことを今、交渉しているかってしましたが、メガ FTA としてですね、参加国の増減が基本的に可能です。参加したいという国と離脱したいという国があっても、それは全然問題ないわけです。例えば EU の場合ですね、実際数を増やしてきました。ですから EU の拡大してきたわけです。その一方でイギリスが辞めますって話で離脱するってこともあるわけですね。ですので、そういうことができるということです。で、その参加にあたっては新規ですね、後から入ってくる新規参加にあたっては現協定を遵守することになると。中身に文句を言うことができないわけですね。まあ、先に入ってたものの強みだと思います。で、高度な市場開放を行うことと、参加国すべての合意が必要なので、まあ、よっぽどですね、あんまりいい思いをしてなかった場合、参加できないという可能性もあるということです。そして、日本を除きですね、各国の市場開放率、今入っている11の開放率ですね、は99から 100% なんですよ。日本は確か95だったと思うんですけども、それに準じたものになるとしたら、ほぼほぼ 100% の開放をする。つまり、関税はいずれはゼロになると。いうところまで持っていかなきゃいけないというところです。で、参加希望とされている国はタイとインドネシア、まあ、ここら辺もですね、いろんな整備をしていかなきゃいけないので大変だと思うんですが、実際手を挙げたいと言っています。それからイギリスは、まあ、EU の離脱の条件な、離脱しないって話だったらそのままでしょうし、EU の方でしょうし、離脱した場合ですね、日本とは TPP で入らないって話をしてます。まあ、この場合 TPP になっていくと、太平洋っていう言葉の意味がなくなるのでどうなるのか分かりませんが、イギリスがは何らかの形で日本と FTA を結ぶという話になってます。それから台湾も参加したいと。ただ台湾は、後ろにですね、中国がある限り、参加が非常に難しいです。なので中国を納得させない限りはなかなか難しいというのが、まあ、台湾の、まあ、かわいそうなところですね。実際台湾と中国の間で、まあ、FTA もどきと言ったら失礼でしょうけど、そういうのを結んでですね、それがあることで台湾は他と結べるようになるというふうに台湾は頑張ってたんですが、基本的には、新しい国との FTA を結ぶということがなかなか難しそうです。それから韓国、参加したいって話があるようですが、なんか市場開放に関してこんなもんできるかってなんか難癖つけてるみたいですね。で、難癖つけてる以上、多分参加国すべての合意はまず無理です。
後で話しますけど、韓国との FTA、日本とは日韓の FTA も交渉があったんですが、かなり、難癖をつけたという話で、日本側は少なくともいい思いをしてない。だとすると、TPP に参加したいと言われても参加できない可能性があるということですね。それからコロンビア。コロンビアもですね、まあ、参加したいってことでセミナーなんかでよく言われてますが、今の現政権自身は、FTA をですね、広げていくってことを考えてない。だから既存交渉しているものをですね、無限にするわけにいかないので、そこでの、FTA をあるとすると、日本とのコロンビアは日コロンビア FTA になる、EPA になるんじゃないかと思います。で、中断している国がいくつかあります。カナダ、まあ、TPP でですね、かなり大幅な、関税が、なくなったことなので、まあ、問題ないんじゃないかと私も思います。なので、交渉はもう中断しています。それから、中近東の湾岸協力会議の GCC ですね。これ、小泉さんの大統領の時に、すみません、小泉さんの総理大臣の時にやられてた話なんですが、もう立ち消えになってます。それから韓国もですね、いろんなことを言われですね、スタートして止め、スタートして止めみたいな話がありまして、今は中断しているという流れです。ですので、まあ、今大きなトピックとしてあるのは TPP の拡大と、それから RCEP っていうのが一番大きなテーマじゃないかと思います。以上がですね、今日の日本の FTA のお話でございました。次回の FTA からの活用の講座からですね、いよいよ、実際のプロセスに入っていきます。FTA のメリットを享受するためのプロセスというテーマで、枝番もですね、15じゃなくて21になりますので、まあ、お楽しみにしてください。で、YouTube のですね、チャンネル登録ぜひお願いします。これによってですね、新しくアップした時にはお伝えできますので、皆さん見逃すことないんじゃないかと思いますので、何卒よろしくお願いします。ではですね、今日の、講義、以上とさせていただきますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。